前回ライジングストーム1から時代が変わって2、ベトナム戦争ですね。それではやっていきましょう。さあ、陣営はアメリカ、武器は M16、 やっていきましょう。マップは、まあ、見た感じベトナムっていう感じですね。さあ始まりました。こちらは攻撃側なので、敵の拠点を全て制圧すれば勝利ですね。ちょっとかがんでいきましょう。 We are taking alpha。 何個あるんだ。いや、こちら側ちょっと増えたぞ。これ H 戦占領中。痛い痛い痛い。We have taken alpha。アルファ取りましたね。次はベータ。あっちにいるのか。全然見えない。どうやって前進するんだこれ。本当に伏せていくしかないみたいです。これは味方だな。よいしょ。120m もあるのか。走っていこう。仕方がない。さあここまで来たぞ。よしみ、敵は見えないですね。機銃がいるみたいだな。誰か気をつけろ。どうやってここ入っていくんだ。ナイス。ちょうどいいタイミングで支援を置いた。敵がいたぞ。どいてくれ。よし、突っ込め。よいしょ。撃たれてる。グレネード。よし、 B 地点占領中。残り3秒2、1、占領完了。よいしょ。よし、倒した。危ない。いいですね。いや、ここから森か。味方大丈夫かそれ。どんどん進んでってるけど。嘘だろ。味方がやられた。地点までもう少し。やっぱり敵のスナイパーがいますね。倒した。危ねえ。
long in them game. あれ怖っ、すぐ目の前に敵がいる。グレネードあったかな、ほい。さすがにやられたな。ジャングルは隠れてる敵が多いのでね。さて C 地点をどう攻略するか、これ挟んでいくしかないだろうね。さあ、気づいたらスクワットリーダーになりました。特にこれって何かするわけではないんですけど、敵の方にしようか。スクワットリーダーは味方をスポーンさせることができるので、まあなるべく生き残っていきたいです。マーチンは2人倒した。敵のマシンガンですね、倒した。どんどん行け。ここまでは順調に来てるぞ。これがなかなかですね。どうした？まだいると思うんだけどな。回るな。オゲ、ここからだ。あんなところにいいんじゃねえか。グレネード。危ねえ。弾切り。リロード。完了。あそこにいるのが厄介だな。当たんないかな。倒した。ヘッドショット。倒した。味方がくそ助けられなかった。相打ちか。いけそうですね。どんどん地点に攻め込んでってるぞ。ダメだ、こっち側は危ない。誰か、うっそだ。そこにいたのか。なかなか敵持ちこたえるな。もう少し、もう少しだ。頼むぞ味方。
倒した。グレネード。ああ、支援砲撃か。試合もいよいよ終盤ですね。あまり C 地点から進展がないまま、こいつは敵だ。グレネード、何もできない。ロックダウンまで残り30秒。We are taking Charlie. ナイス。味方がチャーリーを攻撃中。私ももう少し生き残らなければ。いけるいける。ネイパームインバウンド、テイクカバー。味方がやられてる。グレネード、ナンバームインバウンド。泥にやられた。泥沼だった。We've been defeated.いやー、惜しかったですね。最後の航空機がいい仕事をしてくれたんですけどね。さて、というわけで、ライジングストーム2、興味あったら探してみてはいかがでしょうか。それでは。